どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回は魔王石10個をスーパーコテス引いていこうと思います。まあ、先に言っておきますけど、このガチャ引く人には変わり者が多いですね。これはここだけの話ね。まあ、正直あの石10個でね、まあ、内容もそんなに悪くはないんですよ。一応ピックアップ紹介するとこんな感じ。はい、アリーナ、バレリア、キヨが 1.5% で、アレキサンダー、ラフィーネ 1% で、エスカマリが 2% で、ホッシュナもこんな感じになってて、センリ、プラリネが 2.5% で出たりとかね。まあ、悪くはないんですけど、あちらにピックアップ率先に見ておくと、まず星なキャラ以下ですね。星なキャラっていうのが、35% ですね。星なが 35% の、星8が 4% の、星9が 4.5% ってことで、43.5% がピックアップ率なんでかなり高いけど、まあ、その分ね、アリナ、バレリア、キヨ、エスカマリ、で、センリ、プラリネかなは、今回のね、フェス限ではないので、結局フェス限率は 33.5% と、まあ普通です。まあ今回ピックアップキャラが一応出るということでね、サクッと引いていこうと思います。で、今回ね、まあ一番のメインは、交換所にある黒メダル交換所なんですけど、うおー、プラリネ。黒メダル交換所がですね、フェス限ですね、を、3体かな。フェス限3体で黒メダル1枚を交換できます。もうコストとしては高すぎるんで、まあ正直アホなんじゃないかと思うんですけど、まあ黒メダル難民の方はね、賞味あるだけでもでかいと思うんで、まあもしよかったら交換するか考えてみてください。まあ僕はおすすめはしないですけどね、フェス限3体で黒メダル1枚はちょっと高すぎる感あるけど、まあでも確かに無課金だったら黒メダル入手する人なんか本当に少ないので、まあそれはそれでありかもしれん。あ、これではね、動画でまたね、紹介するかもなんですけど、今、ラードラゴンがなんかバグってたらしくて、なんかラードラゴンガチャセットになってたらしくて、で、実際ラードラゴンセットってガチャはついてこないんですけど、なんか名機がガチャだったってことで、おまけで今ラードラゴンガチャがついてくるらしいですよ。だからまあ、ラードラゴンもし欲しい人はね、ぜひよかったら今、ラードラゴン確定セット売ってますので、ぜひ購入してください。かなり美味しいと思います。はい。まあ、そんなこんなでガチャ引いていこうと思いますが、超転生化コートン星7なんですね。他のキャラ星6なんですけど、超転生化コートン星7なんで、止まるから一瞬ドキッてするわ。ね。一応ゴッド S って止まったら当たりみたいな感じだったんですけど、カコートンが新しく放射内に追加されてるので、止まらなくても当たる。ん？じゃあ止まっても当たりじゃないってことも増えるんですね。お、これはちゃんとした当たり。僕、彦星一体所持だったんで、武器とキャラで分けれるのめちゃくちゃありがたいですね。これはもう普通にこの後武器にします。彦星ね、めちゃめちゃ欲しかったんですけど、確かこの前ガチャめちゃめちゃ沼って持ってないんですよね。オーリー姫も僕確か一体所持だったかな。武器は運用できてないので。まあ、このガチャです。ちょっと出たら嬉しいな、ぐらいの感じではある。で、あと地味に今回ね、アンタレスループで使えるダンタリオンとかもピックアップされてますね。ってことは多分カエデも入ってるんだろうな、ピックアップに。多分カエデもピックアップにいると思います。百式で使えるキャラたちがピックアップされてるんじゃないかなと思うんだけど、どうだろうか。カエデいるかな。あ、やっぱりいますね。百式で使えるキャラが結構ピックアップされて入ってる感じとあるかな。カエデループとか、アンタレスループとか、そこら辺が結構ピックアップされてるって感じ。まあ一番適正なのはシバダルループではあるんですけどね。シバダルループに関しては、まだ、シバダラはね、課金キャラではないので、そう、レオはウルトラマンでゲットして、おキヨじゃん。いいね。レオはウルトラマンでゲットしてもらって、シバダラ作るしかないって感じ。シバダラ武器も使いたいんで、僕、シバダラ周回したいんですけど、まだ降臨衆にシバダラ追加されてないんだよな。キヨ2連続、すごいな。キヨ2連続って、まあ一応 1.5% だからあんまないけどね。なかなかすごい。ただまあ、キヨはね、正直今もうそんなにいらなくて。なんでガチャ引いてるかってもう先に言っておくとですね、僕ちょっと今、虹メダルが不足してますて。で、ますて。ますて。ますて。ますて19体目。19体おい、大王一面近いって。もうちょいやん。アイナイズまでよ。まではもうね、一面行ったんでね。えぐいな。大王一面まだあんまいないだろ、多分。多分いてね、5人ぐらいだと思うんで。調べてみるか、アレキサンダー大王1名。1人ぐらいはいそう。あ、いないのかな、もしかしたら。どうなんだろうね。今、大王1面とかはいそうだけど。大王1面っているんですかね。気になりますけどね。まあ、少なくとも変わった人であることは間違いないよね。アレキサンダー1名。変わった人であることだけは間違いないよね。アレキサンダー大王一面作るって。ド M。大体、アレキサンダー大王一面にかかるお金が、多分50万とかあたりなはずなんで、相当な弾力がないと狙えないと思う。
てか昔のゴッド S ってさ、よく考えたらさ、10万円20万円とか使ってフェス弦1体がザラだったらしいぞ。あ、いや、ちょ、あの、ちょ、今の語弊があるわ。あのピックアップのこう当たりキャラがいるんですよ、闇カーリーみたいなが10万円ぐらい使わないと出ないみたいな、ザラだったらしいですよ、あの欲しいキャラだから。昔はパズザラの一点狙いを闇って言われてたんですよね。最近は確率も上がったんですけど、昔は確率が表示されていなかった、過去超重要なんで、と確率が表示されていなかったことによって何かしら沼があったらしいですよ。これ以上言うと消されそうだな、やめよう。まあでも昔の話なんで別にこれは何も悪いことじゃない。頂点戦稲姫、ここら辺が止まるようになっちゃったから、なんか当たりキャラじゃないのに止まるのムカつくな。当たりだけ止まってほしいんだけどな。はい、千里、はい、はい、千里、千里6体目らしい。フラリネ3体なのに千里6体って、まあそれはそれでなんかすごいな。千里も強くなってはいるんだね。そう今何回ぐらい引いてるんだろう。あのさっきお風呂入ってたんですけど、そこでもちょっと引いてたんで、それなりに引いてると思う。回数はね結構いってるはず。1400だったかな、スタートが。ちょっと思い出せんけどぐらいだったはずなんで。おい、ナイスプラリネ。プラリネもでももういらんくなってきたな、さすがに。3体いればもう十分すぎるし、なんなら1体でいいしね。1体いればもう十分、2体でまあぼちぼち、3体からちょっと余ってくるな。4体目はいらんな。でね、プラリネはでもモンポにできたはずなんで、まあそれはそれで OK。 あれ待って、プラリネってあれか、1万5000モンポか確か。プラリネいくつだっけ、ポイント。1万5000かよ、美味しくねえな。とりあえず二次メダルが今1万欲しいんですよ。あの本当に上限解放がなくて集会ができないんで。あ、違う、待って、今まではさ、俺ゴッド S 引いて二次メダルゲットして上限解放ゲットしたんですけど、待って、もうこれからはあれじゃない、100式集会じゃね、よく考えたら。そっか、別にあれなのか、もう二次メダルで取る時代は終わったのか。100式周回する配信しようかな。そっか、もう時代は変わっちまったんだな、本当に。時代は変わったんや。いいね。なんかでも、ありがたいよね。入手手段が増えただけでもかなり。星7。てか、星7が止まるのめっちゃ嫌だな。シールフ、うん、ダンタリオナイス。あとどうしよう、あと何回ぐらい引こうかな。まあじゃああとまあ数回引いて終わりましょうか。多分もうね、この左下の数字ほとんどゴッドエースのはずなんですよね。僕めちゃめちゃ引いてるんで、じゃ次ピックアップ出たら終わります。まあガチャ内容的にはまあ悪くはないんですよ。ただまああんまり引かない方がいいですね、正直。引くのはもったいない、やっぱり。近々ね、陣切れ物語はまあ置いといて、まあ置いとくとしてもちろん、当然置いといてほしくて。まあそれ以外にもいろいろ来ますからね。お、レム。でもできればシーズンキャラ引いて終わりたいんだよな、ラスト。バレリア欲しい。え、てかバレリア出るよね。多分出るはず。バレリア引きたいな。キヨもまあいいけど、バレリア欲しい。多分今回バレリアまだ出てないから、最後バレリア引いて終わりたいですね。ありなぁ。まあでもこれは終わりでいいでしょう。さあ、ということで、結果としてはね、こんな感じです。ちょっとまあ見づらいと思うんで、一回まとめますね。はい、カットー。さあ、ということで結果はこんな感じでした。衝撃の事実なんですけど、1回目にバリア出てますね、1回目に。はい、でピックアップでこんな感じ。まずはアリナが2体ですね。でバリリアが1体で、キヨが3体でした。まずごめん、引いた回数が合計で何回かな、77連か、77連引いてるんで、まあ、77連引いてピックアップは、アリナ、バリリア、キヨ全部出てますね。はい、アリナが2体、バレリアが1体、キヨが3体で、アレキサンダー大王が2体で、エスカマリも2体出てます。ラフィネはなしで、千里、プラリネが出てるので、多分シーズンのキャラはコンプですかね。シーズンキャラは全部出てるはず。これ以外なかったよね。バレリア、アリナ、キヨ、エスカマリ、あとヒの2体だもんね。プリム千里だもんね。プラリネ千里なんで、
そうですね、シーズンキャラはコンプって感じでした。であとはフェスゲン、ぼちぼち。なんか待って、星のキャラに普通にあれが入ってくるのめんどくせえな。モンポで見るか。はい、こんな感じでした。ほぼしがい、あ、じゃ織姫が一体出たのはいいとこだね。シールフロイロークで、レムウ、ゼラマデューで、エスカマリ、ヨグ、パイモン、ナンタリオン、スケルド、エスカマリって感じでした。で、まずピックアップキャラの割合が29で、プラリネが2の千里が2なんで、ピックアップが33ですか。77分の33ってことで、まあ、確率は下振れてるな、普通に。0.42。ちょい下振れぐらいか。まあ、ほぼ確率通りですね。まあ、比較的 42% ぐらいなんで、いい感じかなってか、まあ、いい感じかなとは思います。まあ、何よりバリア出たんで、まあ、いいでしょう。てな感じでね、シーズンゴートエース引く人はこんな感じなんで頑張ってください。まあ、絶対おすすめしないんでね、我慢してください。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。